こんにちは、Pです。リメイク6回目、チャプター6、スラームの太陽です。ここを抜けりゃ5番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが5番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。 G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコールの近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん、ちょっとね、迷っちゃうかもしれません。下が丸見えじゃねえか。黙って進め。うわ、高いね。下見なければ平気だよ。案外ズブってんのか。見ちゃってる。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。はい、制御室へ向かう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。かろうじて生きてくか。動くかな。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。マコールをぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのはどう。まあね、重要な属性というマテリアが入手できると思うんですけど、2周目だとね、回復になっちゃってましたね。あった。こうして見ると大きいね。スイッチは柱の上か。結構高えな。俺が行こう。まずに制限があるんですね。なんか攻略サイト見ると14かな。でまた入手できるチャンスがあるみたいです。あれもと取っちゃってるのかな。今私2つ持ってますね、属性。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。あと2箇所かな。うん、いい区画を目指す。ちょっとね、ここ迷うよね。これで G までは達成だ。迷わないようにね、一回予習してきたんだけど、年齢を把握できてない気がします。ごめんね、迷った。奴らの巣穴へようこそって感じが。こりゃどこまで腐ってやがんだ。そんなに強い敵はいなかった気がするかな。属性のマテリアのところは、はい、クイーンがいた気がしますね。気を抜くな。
一番下の方だった。終わりだ。こちらだ。どうだ。止めた。こっちかな。故障中？こっちも電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。ん？どうだ？あれ？あ、こっちか。くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこ。え？違ったみたいだよ。死んだと魔鋼のせいってな。今ここに来たんだから。マップ見ます。ここが降りたから。ん？いや、こっちか。こっちに行くのか。でもここも降りれるよね。え、どこに降りれる？あ、見て、こんな正面に見てた。あれがそうかな、一番深いところにあったから。あれが本来だったら属性なのかな。確かね、今ね、私持ってるから回復になってますね。はい、これはぐるっと回って上がると違うところに出ると思うんですよ。ね、もう一度確認しない。なんて。今どの辺だこれや。私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない。あんな、あのでけえ扇風機が目印か。確かに、そうですね。あれ見て歩けば迷わねえな。はい、あれって大体正しければね、敵もいますよね。ここ開けていますね。うわ、何、魚みたい。何これ。あ、ちょっと待って、何か見えてる。私寝てるかもしれない。寝てたよね、今。うわぁ、何ですかこれ。わかんなくなっちゃった。どこ？ん？私たちどっちから来た？からここに来たのか。あ、はいはい。扇風機を目指せって言ってたからいいのかな。この、あ、そんな感じだね。あ、見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。一回だけ予習したから。あれ、とりあえずここまではまあまあこれだかな。怖くねえよ。で、属性がまた入手できるかと思って、下の方の さっきの H の7まで行ったんですよね。結局回復だったから余計悩んじゃった。今回はね、その行かないから。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてる。大丈夫だと思う。全然良くない。よそ見ダメだから。あと2箇所ね、ライトを消すんだよね。うん、あ、でも出てますね。112メートルとかね。はい、
とか渡り切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。あ、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。わ、狭い。あ、大きなリフトっていうのがね、ありましたね。あれが、うん。ライトを消してきてから、そうだね、うんうん。来る場所ですね。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトですね。あいつもこの先で待ってるぜ。うんうん。電力供給が不足しています。うん、あと2個消してこなくちゃなんだよね。ライト3つ分必要だな。そんなに？このあと3つかな。全部ってこと？あと3つだね。じゃ迷ったらここに戻ってこよ。うん、H1 の番号が目印。ああ、 H01 がここなんだね。あれだな。はい、暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なんです。なんだそれ。スラムの太陽の専門文句、プレジデントが演説してた。シンラに照らされる未来なんだ。あ、1個目は近いね。隙をつく、消えろ。かな。ん？あ、ゴールドですね。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム、再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。はい、血が一回りか。どこにいる？ニュートリ射撃隊。あ、あれ上にいるんだね。まだ溜まってないか。そうだよね、あの大きいリフトのとこだから、こっちか、これだね。あ、ここが繋がってないぞ。どうに繋がる？ここも途切れてるから上か。あれね、ちょっと迷ってるかもしれない。あ、これか。まずこれを動かします。通路が浮かせるんだ。おい、
くはこれでいいかな。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バーガーみてえにしてるって助かる。狙っていい。俺だ。仕掛けだ。こっちだ。撃った。うわぁ、切るんだ。うわぁ、大暴れだね。やってやる。終わりだ。どこだ。何か、あれ向こう行けるかな。ちょっと待って、あれはアホで行けるかな。ん、あ、偶然これだから1個。あ、そうだね、2個目あーですね。1-4。あ、また電気ついた。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。ということはここ降りるんだよね、きっと。下は4番街スラムか。興味ある？今度案内しようか。少しは心配しろよ。あれがそっかな、あれが属性、いや違うかな。これでいけるのかな。あ、あれかもね、あの紫の、いや違うな、回復になってたもんね。散見しちゃったね、太陽。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。ちょっと待ってね、これでぐるっと回って戻ってきたみたい。戻った。これだよね。あ、そうだね、3つ目のライトだから、じゃあこれでいいのか。ぐるって回って戻ってきたって言われたからダメなのかな。行ってる？あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の回り道したのか。ジェシーと間違いないのもいて。あ、もうでも二人のこと。これはぐるっと回っていく気がするぞ。あ、そうだね。あ、結構すんなり来れた。そんなことない。ライトまでの架け橋しっかり繋げろよ。これもね、ちょっと迷ったの、上下が分からなくて。右レバーなんですよ、上下。え、なんで動かないのと思ったらね、右なの、右のレバーっていうのかな。あれ、これで OK だね。3個目これね、ちょっと悩んでた。え、何これ動かないのと思ったら、ん？何だこれ、花みたいな。マジック。あ、結構いるぞ、まだ。一気に叩き込む。ん？うわ、大丈夫。止めた。あ、上に。いや、大丈夫。どうにか倒せたみたい。これ3つ目ですね。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。はい、どっちから。あれ、これこっちじゃないと。え、どこ、え、どこから来た。あれ、一番の治療だ。そうだね、マジカルの腕は。H01 か。これはここだよね、まず。
おー、待って、交流場所は続く通路からだ。え、あ、あれ、いや近いじゃん、ゼロ一は。ほらねえ、すぐだって。うんうん、首を洗って待ってろよ、マコール。はい、これで OK。 非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了、リフトに搭乗してください。あまよ、鉄くずめろ。いよいよ魔航路か。暗くて息くせえ、星の命が削られる場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ、覚悟しとけ。うん、見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。え、こっちですね。アビリッジは溜まってないか。やめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。シートウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。魔航路へのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行き来に乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔航路の中だ。狭っちい穴棒だぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのこと、お願い。おうよ。
装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。プレジデント、ネクタイ確認します。はい、チャプター7です。急げ急げ。来ましたから今回はここで終わりたいと思います。まだまだね、マコールの中続くみたいです。はい、じゃあまたです。バイバーイ。